こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はジャズバラードの盛り上げ方っていうビデオをやっていきます。結構ね、バラードでブラシでライドに行くとあんまりこう盛り上がらないですね。で、盛り上がるコツを今日はご紹介しました。その前に最後ですね、バレンタイン企画も始まってましてですね、今日から配信になってます。ジャズで100倍楽しくなる6つのコツということでですね、17日の夜までしか、ご視聴できないので、メルマガまだ登録してない方はぜひ登録してください。どんな内容かというと、まあこんな感じですね。ルールを覚えよう、ジャズのルールとかアプローチ。今回はね、めっちゃ頑張って、ヘミオラっていうこう、3拍フレーズってやつがどうずれてって、それぞれの楽器が別々にこう、一個ずつ聞いて合体させていって、あ、なるほど、こうやってアプローチしてるんだっていうことが分かっていただけるような、ちょっと力作になってますので、ぜひ、メルマガ登録してみていただけたらと思います。それでは今日の動画をお楽しみください。こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はジャズバラードのドラムでの盛り上げ方ですね。ジャズバラード結構苦手な方一緒にいらっしゃってですね。まあ、テンポもそうだけど、なんかこう、ガーって盛り上がっていく感じが特に苦手なの。一瞬一瞬ボンボンって盛り上がるんだけど、どういう風に盛り上げたらいいかっていうところですね。この辺のポイントをやっていきたいなと思います。まずはですね、ブラシでシンバルは意外と盛り上がらないんですね。それ聞いていただこうかなと思ってますね。あとシンバルのロールを使うってことですね。あと売店を使う。この3種類でやっていきたいと思います。はい。ブラシはシンバルは意外と盛り上がらないんですね。まず最初に聞いていただくといいんですけど、シンバルね、こう、スティックってそのままこうシンバルに行くと結構盛り上がるんですけど、ブラシってね、やっぱりね、腰が出ないんで、逆に盛り下がっちゃうんですよ。ちょっと聞いてくださいね。あんまりだったでしょ？だからね、これね、ポイントはですね、スイッシュを止めちゃうからなんですよ。これ、ライドに行っちゃうとね。だから、このスイッシュって、この左手で擦ってるやつは、そのままキープするだけでもだいぶ良くなります。まあ、これ、ちょっと一度弾いてみましょう。結構良かったでしょ？こっちの方がね。はい。というわけでですね。ブラシでこうロールというか、ブラシはこのここのゴムの部分がですね、こう叩くとマレットみたいにゴワーって盛り上がるので、これはものすごい瞬発的じゃないんで、もう2小節、3小節手前からこうやって持っていかなきゃいけないんだけど、これやるとグワーって盛り上がるから、これをぜひ使っていただきたいなと思うね。ちょっとやってみましょう。はい。ね、よかったでしょ？こんな感じね。あとはですね、倍点を使うってことですね。テンポをこう倍点。で、ハイハットをそのままキープしてもいいんだけど、手だけこう、倍のリズムを取っていくっていうことですね。これをやると、すごくその、テンポが倍になってるから、アプローチも簡単にできるんでね。まずは倍点に行っただけでも盛り上がるっていうのを聞いていただきましょう。はい。で、なんかこう、リズムが変わっただけでね、なんかサビの部分に行ったとこからもう倍点になってる。で、もう一個はね、もっと手前から倍点にして、で、もうソロに行ったら倍点のままで普通にフィルをしてます。だから普通のテンポの曲みたいな感じになって。ハイハットは多分バラードでね、キープしてると思うんですけど、それ聞いていただけたらと思います。
はい、いかがだったでしょうか。バラードはね、結構ね、こういうところで、ここで売店に行っちゃおうとか、ここでこう、ロールを使っちゃおう、ここでこういうふうにこう、シンバルに行くんだけど、ブラシでこうやってやろうみたいな、こうね、思い切りが結構大事なんですよ。なので、こう、思い切ってこういうふうにね、ここで到達するまでにもっともっと手前からこう、準備しておかなきゃいけないって感じなんですね。そこら辺をご理解いただけると結構いけるんではないかなと思います。本日もご視聴最後までありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。